インドの成長率 6.7%、 中国上回ります。そしてGDP がイギリスを抜き第5位になったっていうんですね。昨年5位です。ですからインドの上にいるのって 1,2,3,4 だけでしょ。アメリカ、中国、日本、ドイツだけですよ。インドは日本、ドイツを間もなく抜いていくということになりそうですよね。インドの統計もどこまで信じていいかどうかってちょっとあるんですけども、まあそれでも、まあ、ちょっと読んでいきましょうか。インドの2022年の GDP は 6.7% の成長となり、中国の伸び率を上回った。ドルベースの22年の名目 GDP は約3兆3800億ドル、約460兆円と英国を抜き、日本の8割に迫った。日本が22年に人口減に転じたのに対して、インドは60年代まで人口増が続くと予測される。内需拡大を背景に高成長が続く見通し。中国を場合によっては抜くかもしれない。人口はもうインドは中国抜きましたからね。世界第一の人口大国になりました。私は毎日インド人とね SNS でやり取りしてますけども、今日もねインドに5000万円ぐらい送金しましたけども、何を買い付けてるってダイヤモンドでございます。もうインド人と毎日やり取りしてますけどもね。やっぱインドが経済成長して軍事力もつけていくっていうのは、これはね日本からすると脅威ではないんですよ。そこがいいんですよね。中国が力つけて軍事力強くなってくる、これは尖閣は中国のものだ、台湾侵攻するって言ってるから、これは日本にとって脅威ですけども、インドの成長は日本にとっての脅威ではない。これはすごいことなんですよね。だからインドがしっかりと成長することによって、米中の二極対立っていうのではなく、米があって中があってインドがあるという、そうするとね中国が好き勝手できなくなりますからね。インドがいやさすがにそれはないよって言ってアメリカとね連携したら、もう中国はひとたまりもないわけですし、その辺はインドは中立国としてアメリカにも中国にも組みしないっていう立場でもって超大国になろうとしているので、まあ、世界の安定に寄与すると私は思いますけどもね。